英霊に応える、会会員英霊に応える会は、1976年に設立された日本の任意団体。会長は、寺島泰造。国内すべての都道府県に地方本部を置き、交渉会員数は120万人。靖国神社の祭神に、戦友や家族を持つ、旧軍の将兵、遺族をはじめ、靖国神社が国に準じた人々への慰霊。 検証の中心施設であるべきと考える人々によって構成されている。英霊に対する国、国民のあるべき姿勢を確立するための国民運動を展開するとして、1976年6月22日、石田和外が会長となって有志により結成された。この大替として、藤尾正幸衆議院内閣委員長は表敬法の試案を提示し、 自民党内で検討が行われた。首相は靖国神社に公式参拝すべきであるとも主張しており、長く公式参拝実現運動の母体となってきた。近年では首相になった小泉純一郎に公約通りの8月15日の参拝を求めた。英霊に答える会オフィシャルページによる、英霊に答える会オフィシャルページによるハット ABC 組織。 地方支部連絡先、英霊に答える会の概要。英霊に答える会。2015年11月13日閲覧。安国神社自身は、反戦、平和を祈るための場所と称している。活動趣旨英霊に答える会とは。英霊に答える会。2013年3月4日閲覧。英霊に答える、会戦没者の例を大切にと結成。朝日新聞日、東京長官。 p20- キキクラ2ビジュアルにて閲覧。藤沢秀夫。日本宗教放送協会が実施した、世論調査。靖国神社問題と世論の動向について、長崎大学教養部企業。人文科学第17号。1977年。51から58ページ。2013年3月4日。閲覧。戦後の靖国問題の歩み。朝日新聞、長官。 p 3 k ナスキキクラツ2ビジュアルにて閲覧、小泉首相参拝問題で、賛否両派が15日集会安国神社周辺など、朝日新聞、有刊、p 1 4 k ナスキキクラツ2ビジュアルにて閲覧、首相に8.15参拝要求西村氏、付箋の誓いだめ、共同通信社。 47news,http://www.47news.jp:/cn/200507/cn2005070701003152.html2013 年9月18日閲覧。中核団体の一つとされる。 強大な政治勢力の衰弱日本遺族会の黄昏50年後の現実、アエラ、朝日新聞社、1995年10月30日、6ページ、マイナスキキクラ2ビジュアルにて閲覧。ありがとうございます。